はいどうも、レースキッズの皆様、楽器ライフをお楽しみでいらっしゃいますでしょうか。千葉管楽マイスター大崎です。今日ですね、いい答えが入ってきたのでご紹介させていただきたいと思います。アリアプロ2の SBR60 ですね。スーパーベースシリーズ SB の R、こっちですね、指板のこのナット幅がちょっと広いバージョンの R シリーズの方の当時6万円60ですね、なっております。仕様はですね、このボディの、特徴がスルネック、まずスルネックですね。ここが、1本の木でできております。1本の木っていうかですね、実はメイプルとウォルナットを挟んであって5ピースでですね、マスクと強度を取ってできておりまして、ウィング材が、この綺麗なアッシュですね。このアッシュ、フェンダーではない、あんまりないですね、目止め、ウッドフィーラーですね、を黒で、フィーラーで目止めしてあるやつに、パドックレットですね、なっております。なんで綺麗な見た目となっております。はい、1982年製ですね。あとシリアルが、後ろのところが頭がですね2になってるってことは82年ってことですね。はい、もう37年、はい、自分と同い年ですね、のベースとなっております。はい、こんだけ古いのに非常に状態がいいと思います。あとスルネックはですね、とてもねじれやすいなってイメージなんですけども、特にねじれもなく状態もいいものとなっています。じゃあまず健康チェックからいきましょうか。じゃあこのベースの健康チェック、最初と最後のフレットを押さえて真ん中に隙間ができるかどうかですね。ここら辺の隙間ができるかどうか見てみますと、はい、隙間が、名刺ですね、ちょっと入るぐらいですね、と素晴らしい状態になっております。こっちもですね、そうですね、隙間があります。はい、逆ぞってもないですね。あと空きすぎてもないです。あとはですね、ナットの溝の調べ方ですね。ナットの溝の残りの調べ方は3フレット目を押さえて1フレット目と、弦の隙間があるかどうかですね。これが、ほぼ隙間がない程度がいいです。くっついちゃってるとダメですね。低すぎてますね。摩耗低くなってます。まあ、ブラスナットなんでね、そんな摩耗は少ない、ものだと思いますけども、その割にですね、やはりかなりタイトに作ってあるので、逆に言うとプロフレットがすごい弾きやすいですね。あと弦高のチェック。まず予言側が、ほぼ2ミリですね。1弦側が 1.61 ぐらいかな。隙間になってて、弦高も弾きやすいですね。あと生音を弾いてみましょうか。わけでですね、音詰まりっていうのは特にないですね。まあ、この辺はあれですね、多少はバゾーンっていうのがあるんですけど、ベースってそんなもんなんですね。あとはアンプから出した音がどうかっていうことですね。まず音出しをしてみましょうか。まずこのスイッチが何かというと、ピックアップのコイルがですね、シリーズかパラレルかでですね、いきます。これが、パラレルのジャズベ風のサウンドですね。上がプレベ風、こっちちょっとパオっていう感じですね。このジャズベのっぽい音とプレベの音がスイッチ1個で切り替えられるっていうのがいいですね。ではちょっとですね、今ゆっくりちょっと弾いてみましょうか。あとトーンの音もどんぐらいか、まあこもりすぎず芯は残ったままっていうトーンのイメージですね。ボリュームも A カーブですね、最後にグッと、っていうですね、ボリュームカーブとなっております。じゃあまずです、パラレルの方からですね、音出しをちょっとしてみましょうか。こっちは、シリーズからパラレルに切り替えています。サウンドになっています。スラップもでは聞いてみましょうか。こっちじゃあ、パラレルのちょっとジャズベ風なサウンドですね。これが、こっちがシリーズのサウンドですね。
太いですね。ちょっとちょっと抜けが変わってきますね。まあ好みによると思いますけど、ちょっとスラップだと下側のこういうサウンドの方がいいかなと思います。指弾きの時はちょっとズゾーンとしたねシリーズのサウンドがちょっとかっこいいなと思います。ぜひですねこの1982年のベースですね、SB-R60 ですね、アリアプロ2、ジャパンヴィンテージですね、こちらいいものが入荷しました。あとですね特筆、してあったした点としてはですね、このピックアップが残念ながらヴィンテージの方ですね、死んじゃっていたんですけども、アリアの方で問い合わせをしたらですね、なんとこのピックアップが現行の SB-1000 とですね、同じ互換があるということで、一応この交換するパーツをですね、送ってもらってですね、もうピックアップはむしろちょっとバージョンアップして SB-1000 と同じものがついておりますので、さらにいいサウンドとなっております。ぜひですね、デジマートで販売中ですので、お買い求めいただければと思います。そして、千葉管楽器ですね、YouTube チャンネルの方のご登録もお願いします。